Couldn't believe I don't have the high seat.
Mysterious wonders can come through the night. Somewhere all deep in the hollow of the forest, what that is story about. Ah, when there's a moon shining as truly as the fall, mysterious wonders can come through the night. Things that we love are the things that we believe in. Some they roll inside of another they're frozen. ミステリアスなアニメソングを歌っています。ただいま1曲目
はテレビアニメようこそ実力至上主義の世界へのオープニングテーマとなりました。ヒサクさんでダンスインズゲームでした。この曲は下克上に闘志を燃やす主人公の強い感情を描いた曲でした。続いてお送りする曲はアニメ東京グールよりアンラベルという曲です。この曲は葛藤の中壊れそうになる自分を必死で抑え込もうとする、主人公の心情を描いた曲となっております。それではお聴きください。アンラベル。教えてよその仕組みを。僕の中強い思いを歌って作り合っています。それではお聴きください。ゴッドノーズ。
ずもしっかり開くの手のひらで転がす逃げようにもここは煙まかれたゴーストタウンなのか Oh babyOh, oh, oh.
Yeah.
改めまして、僕たちはラフガンというバンドです。お願いします。はい、僕たちですね、3年目3人と4年目3人の爽やか男たちのヤロバンとなっております。よろしくお願いします。お願いします。ただいまお送りしましたのが、夜なよウィークエンダーさん、スイスイで送られました。この男は男サーファーが愛する人のもとへスイスと泳いでいきたいと、そういう熱い思いが込められた曲になっております。はい、では、夏希お願いします。はい、今ちょっと夏希って言われて、違和感を覚えた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今回ちょっと訳あって、今このステージ上では4回生と3回生の立場が逆転しているということなので、罰ゲームなんですけど、それだけちょっとご了承いただきたいなと思います。はい、はい、それではね、もう2曲目いきたいなと思うんですけど、その前にちょっとサークルライブということで、やらせていただきたいなと思います。ガチマジラフガンお悩み相談室。サークルライブということでですね、僕たちのちょっと周りの人に、インスタのストーリーの方でお悩みをちょっと集めまして、それをね、ちょっとこの場を借りて、解決していこうかなと思います。はい、それではちょっとウッチーさんの一つ目お願いします。別にありがとう。じゃあ読ませてもらいます。まず一つ目の相談は、ペンネームジョ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 ンさんからの相談です。はい、僕は1週間に1回は溝に落ちてしまいます。どうしたらいいですかということです。溝にそんな落ちる？溝に1週間に1回落ちちゃうという、ジョ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 ンさんです。70代男性からの何か分からないです。何か分からない、ジョ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 さんというわけですけども、なるほど、これちょっと何か対策ないですか？そうですね、でも1週間に1回でしょ、溝に落ちるなんてあんまないじゃないですか。そうですね、だからあんま下向いて歩いてないことです。ほうほう、でもこれ裏返したら、めっちゃ上向いて歩いてると思うんですよ。ほうほう、ってことはこれを継続していけば、荷がなるよっていうことですね。ええこと言いますね。これはできるのかな。だから解決ということで、今解決でいいですか？解決、はい、解決しました。ありがとうございます。それでは続いての答えでいきますかね。ちょっと翼さんお願いします。続いては、ペンネームエミコスリスギーさんからの相談です。エミコスリスギー、ラフガンさん、こんにちは。私の息子は今大学4年生なのですが、卒業までの単位がまだ残っているのに、授業結構サボっているみたいなんです。また友達とかにレポートとか見せてもらえばいいと思うんですけど、なんと学科に友達がいないそうなんです。どうしたらいいかってですね。ちょっとすみません、ペンネームもう一回言ってもらっていいですか？エミコスリスギー。おい、俺のおかんやないかい、それ。俺のおかん、エミコで誕生日3月3日、エミコスリスギーやから。最悪やな、マジで。相談来てた？もうちょっと自分で何とかするんで、解決でお願いします。それじゃあね、ちょっともう時間なんで、最後のね、相談に行きたいなと思います。はい、最後のこちらで。あ、最後の、ペンネーム770アンダーバー R 愛さんからの相談のお便りでございます。はい、辛い時に元気になれるような曲を教えていただきたいと。おお、それはね、今からお聴きください。Thank you.
お客様にはただいまより15分間の休憩とさせていただきますが、子ウサギたちのお茶会の様子を見て楽しんでいただけると幸いです。Thank you.
超キュートな今
はゆっちゃん。はい、永遠の熱帯的センターゆっちゃんです。お願いします。次はシエル。はい、あなたの理想のクワクマシエルです。よろしくお願いします。次はキちゃん。はい、100年に一度のクールビューティーリちゃんです。よろしくお願いします。マネージャーの2人です。お願いします。はい、2部始まりましたが、皆さん盛り上がっていますか？ありがとうございます。ありがとうございます。アイドルが、ね、4人自己紹介してくださったんですけど、皆さん覚えていただきましたでしょうか？そうですね、今日でまた覚えて帰ってくださいね。はい、まあ、僕らの自己紹介もしないですね。そうですね、あ、はい、僕なんですけども、大学入学からも15キロ太っちゃいました。ユースのファイターと、そうですね、大丈夫ですか？あ、ちょっと大丈夫じゃ、ちょっとアイドルが大丈夫じゃなさそうなので、はい、ちょっともうちょっと喋らせてもらいますね。確かにね。そうですね、今皆さん、今の1曲目分かりましたか？何ていう曲かご存知ですか？いや、自己紹介はそのままちょっと話しましょうか。そうですね、今1曲目の曲が一応ハッピーパーティートレインっていう曲になりますね。皆さんちょっと覚えて帰ってほしいんですけど、この途中でお気づきになった方たくさんいると思うんですけど、わかりました？これ何かわかりました？皆さん、これなんでこれをしたかというと、ハッピーパーティートレインということなんで、この電車のものまで話していただきたいと思います。そうですね、はい、大丈夫そうですか？はい、それではちょっと改めまして、ご紹介させていただきますね。じゃあマネージャーの、ヨッピーと申します。ちょっと待って、ないないない、どうしよう、どうしたの？お母さんからもらった大切なカチューシャがないよ。確かに大きな舞台の時にはいつもつけてる大事なカチューシャだよね。これがないと力が出ないよ。どうしよう、どうしよう。そうだ、みんなで歌いながら探そう。それだ。どこにあるんだろう。皆さんも一緒に探してください。
何の曲だったっけ、マネージャー。もうしょうがないな。次の曲は夢語るより夢歌おうでしょ。もうもっかむーちゃんと覚えてきてって言ったでしょ。ごめんごめん。あ、そういえば夢って夢ってある？ちなみに私の夢は大金持ちと結婚して毎日おいしいおいしいお肉を食べることかな。次のテストで100点を取ることかな。みちゃんらしくていい夢だね。私の夢はガーナガーナサイクルライドワンダーに出ることだったから、今日はその夢が叶って本当に嬉しい。最後にみんなで最高のステージを作ろう。
は緑黄色社会様の楽曲を歌っているバンドです。今回はお休みの素晴らしさを伝える曲を持ってまいりましたので、皆様楽しんで聴いてください。それでは行きましょう。日曜日回りするんだろう。
Oh,
いただいたのは、ヤスハさんのフライデーチャイナタウンという曲でした。
今曲は昭和シティポップの代表曲とも言える曲で、若い方々も、よく知っている曲なのではないかなと思います。はい、それではですね、続いて2曲目に参りたいと思います。最近は梅雨でですね、雨も、よく降るんですけども、そういったシーズンにぴったりの1曲を持ってまいりました。それではください、徳永英明さんでレインブルー。
急ぎずっとね、確認していただいてね、ありがたいなって思うんですけど、桜ボックスが今びっくりしましたね。そうですね、製造中止カンカンのやつが、もうなんか製造中止みたいなのを聞いたんですけど、時代を感じました。時代を感じました。もうちょっと弾いちゃいますか。次はゆっちゃんが弾いてくれます。弾きます。わぁ、F の11番の方あ、お、あそこの真ん中の方ですかね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。歩くほどに踊るほどにふざけない。
本日はありがとうございました。